このねフィスラーの圧力鍋なんですけど、ね、もう10年ぐらい前に買って、でね一回もパッキン交換、パッキンをね交換したことがなかったんですけど、最近ついにですね圧力がかからなくなりまして、なのでちょっとパッキンをね新しくしたいと思います。まあここからもね、ここからもここからもね蒸気が漏れてたので、ちょっとね両方取り替えます。うわ切ったね。取れた。ね、これが今までついてたやつで、で多分ねこのパッキンここだけ変えればね復活するとは思うんですけど、でももうね10年ぐらい経ってるので、ちょっとどうせなのでこっちもセットのやつをね買いました。であとはこっちだね、まあ、ここもねここ外れないけど、ここだけ変えればいいような気はするんですけど、まあ、今回は丸ごと交換ということにしてみました。よし、あとはねこれだね、のでっかいパッキン、ちょっと洗おうか。あ、こんなにでっかいっけパッキンって。これもう縮んじゃってんだね。よし、復活したので、でこれから煮豆をまたね作ります。で今回はね黒大豆、黒豆で作ります。今回はね豆を 300g 入れてあります。で昆布、昆布は後で入れてもいいけど、で普通はですねこういう薄い昆布じゃなくて煮崩れしない昆布入れるんですけど、まあ今ちょっとこの薄いやつしかないのでこれを使います。そしたらですね火にかけて圧力をかけて、5分ぐらい圧力をかけたら蓋を取って、みりんと砂糖と醤油を入れて、あとは煮詰めるだけです。そう、前まではねずっとここからと、あとこの下と、あとここからもね結構漏れてたんですけど蒸気が、でもうそうここぐらいまでしか圧かかんなくてですね、もうダメだなと思ったんですけど、パッキン変えたら見事に復活しました。でまあ、圧がかかったら弱火にして、で5分圧をかけます。で圧が抜けたらですね蓋を開けまして、みりんを適当、でパームシュガーを 50g ぐらいかな。それに
醤油も50ぐらい。あとはですね、この煮汁がなくなるまで煮詰めます。でその頃にはね、この薄い昆布はこう煮崩れてね、ドロドロになっているはずなので、まあ普通はこの時に昆布を出して切って、でまた入れるんですけど、でもこの昆布はね、溶けて勝手に小さくなるので、そのままにしておきます。まあ、大体こんぐらい煮詰めたら火を止めます。うん、十分でしょう。あとは冷ましたら容器に入れて冷蔵庫に入れるだけです。まあ、煮豆はこんな感じですよ。乾燥した大豆 300g を一晩浸水して、で昆布と一緒に圧力鍋入れて、で5分ぐらい圧をかけてから醤油と砂糖を 50g ずつぐらい入れて、で適当にみりん入れて煮汁がなくなるまで煮ると。それで終わりでございます。でね、今ちょっとタイムラプスをね、今日これから取り行こうと思ってこんな散らかっておりますが、今日はね、これから山中湖のパノラマ台と、あと山中湖の湖畔にあるなんとか公園なんとか公園というところに行く予定です。あ、暇な人いたら来てね。あ、でも、うん、多分今日行きます。